この動画ではお正月にぴったりの羽子板を作っていきます。折り紙1枚で簡単に作ることができます。このような形に仕上がりますが、仕上がったこの羽子板にこのように梅の花や鶴などの飾りを貼り付けるととても豪華な羽子板の飾りに仕上がります。この梅や鶴の折り方は以前動画でご紹介していますので、ぜひ参考にして素敵な羽子板に仕上げてください。では早速作っていきましょう。用意する折り紙は1枚です。あとハサミを用意してください。このように2色の色が出てくるので、折り紙はこのように両面折り紙を使うといいと思います。そしてこの両面折り紙をまず半分に切って使っていきます。まず半分に折って、ハサミで切って半分のサイズにしていきます。はい、そしてこの半分の折り紙を使って羽子板を作っていきます。まず3分の1の幅を折ります。折りたたんで、この折りたたんだ部分と残りの部分がちょうど同じ幅になるように位置を決めて折ります。開きます。そしてこの今折り筋がついた部分で、今度はこちら側に半分に折ります。そしてその時しっかり折らずに軽く目安程度に折り筋をつけておいてください。さらに半分に折ります。この時も軽く折り筋をつけておきます。一度開きます。そしてここについている折り筋に向かってもう一度半分に折って軽く折り筋をつけます。開きます。今このようにいくつか折り筋がつきましたが、中心の折り筋の両側のここの折り筋までハサミで切り込みを入れます。ハサミで切り込みを入れて、ちょうどこのここの中心の隣の折り目まで切り込みを入れました。反対側も中心の隣の切り込みまで、この折り筋のところでハサミで切り込みを入れます。はい、このように切れました。そして羽子板のこの表に出したい色、この色を上に向けます。今回はこの赤の部分を羽子板に出していきたいと思います。そしてこの下の部分、切り込みが入っているので、この切り込みの部分を反対側に折ります。そしてこちらも切り込みが入っている分、反対側に折ります。
裏返します。そしてここにまだ残っている分をここのところで内側に折ります。そしてこの上の角、ここからこのような斜めの線で縁を内側に折り込みます。上の角から斜めに内側に折り込みます。この折り込む角度で羽子板の表情が少しずつ変わってくると思います。はい、そしてこれを表に返すと、これで羽子板の完成です。あっという間に仕上がります。いろいろな色でぜひ羽子板を作ってみてください。最初に見本でお見せしたように、このように別の折り紙を貼り付けてもとても素敵な羽子板に仕上がります。そしてこのように模様の入った折り紙を使っても可愛らしい羽子板になります。ぜひ皆さん工夫して素敵な羽子板、お正月に作ってみてください。